株式会社、セゾン情報システムズは、東京都港区に本社を置くシステムインテグレーター。1970年9月、西部流通グループにおける情報処理機能の統合と、新しい情報サービス業の創造を目的として、西部百貨店と西友の電産部門を統合。株式会社、西部情報センターとして設立される。その後、 1975年には、西部都市開発の電産部門。1981年には、緑屋計算センターを統合。1992年4月、株式会社セゾン情報システムズに称号を変更した。クレディセゾンが46.8%の株式を所有する同社の持ち分法適用関連会社である。事業の内容として金融システム事業。 流通サービスシステム事業、ヒューフト事業、その他システム運営管理受託、人材派遣等を掲げている。ファイル転送ソフト、ヒューフトは国内シェアナンバーワン、導入者数7000社の実績を持つ。ありがとうございます。